こいいですよね、このクラシックな雰囲気が出て。つける時計は結構レザーが多かったりするので、なんか自分の趣味にもすごく近くて。いやー、やはりもう見てても美しいですしね、何かこう気分がこう高揚するというか、なんかこの露骨な感じと上品な感じとっていうのが、このモデルのすごく良さだとは思ってます。いや、すごいこの体っていうか腕に馴染みますね。そこの形が綺麗で、しかも程よく重量感もあって。あ、これ私物なんですけど、これちょうど2003年にラストサムライが公開されるプロモーションの前に、アメリカで買ったんですね。東京の原宿で開催されたカルティエウォッチ時を超えるのオープニングレセプションに豪華俳優陣が続々と登場、カルティエウォッチの魅力を語りました。かっこいいですよね、このクラシックな雰囲気が出て、すごい上品ですし、割と、まあ、今日はだいぶシックな感じで合わせてますけど、まあ、割とシンプルなんで、どんな格好にも合うのかなっていう感じはしますけどね。まあ、やっぱりそのデザインにこだわってるっていうね、なんか初めてこの四角の時計を作ったのがカルティエさんだっていう話も聞いて、なんかそういう、まあ、機能性はもちろんですけど、そういうデザインだったり、あと細部までこだわってるんだなっていう、当初からこう作ってたものが未だにこう最先端としてある感じが、やっぱりかっこいいなと思いますね。なんか昔もそして今も変わらないデザインをこうやってつけれてるっていうのが、なんかすごい着用していて満足感があるというか、充実感がすごいあるなと思います。はい、なんかこうやって自分の時間と、あとそれをちゃんと刻んでくれる時計がこうやって自分の近くにあるっていう、なんかそれをこう現代携帯とかで簡単に時計時間を確認できる世の中だからこそ、なんかこういうものがなんかある意味すごく必要なものに自分にとってすごくなっているというか、時間をちゃんとすぐ感じれるものっていうのが、まあ、だからもう少しね、大人になっていく中でいいカルティエの時計との出会いがあればいいなと思ってます。やはりもう見てても美しいですしね、何かこう気分がこう高揚するというか、またこれちょっとこうブラックのようなんですけど、ちょっとネイビーが入ってたりとかして、ネイビーとゴールドっていう感じで、ものすごくクラシックな形なんですけど、なんか洗練されてものすごく新しくも感じるという、めちゃめちゃ気分いいですね。だんだん映画ドラマの中でも時計をこう見る仕草みたいなものが、だいたい携帯で見たりするような世の中になってきてますけども、やはり大人がある程度落ち着いたらこういう時計をしてね、自分の時間をかみしめながらなんか生きていくっていうのは、なんかすごい豊かでいいなと思いましたけど、ね、なんか俳優業の中にも取り入れていきたいなと思いましたね。いや、すごいこの体っていうか腕に馴染みますね。そこの形が綺麗で、しかも程よく重量感もあって、すごくなんかいい時をつけさせていただいてるなっていう感じがします。やっぱいずれはこの時計もつけて普通に過ごせるような大人になりたいなとも思いますし、なんかやっぱ憧れの存在ですね。いずれというのは大体いくつぐらいのイメージですか？いや、30代でいけたらかっこいいですけども、頑張りたいと思います。このモデルはサントスさんという方がカルティエに、作っていただいた世界初の実用的モデルで、すごく古くからあるデザインなんですけども、ただこうやって今回黒の時計なんですけども、まあこれは今風なアレンジだと思うんですけども、デザインはその本当に古くからの当時のままの、なんか男らしい感じのサントスっていうデザインで、素晴らしい、なんかこの露骨な感じと上品な感じとっていうのが、このモデルのすごく良さだとは思ってます。割と女性時計って、女性の方カルティエの時計っていうと、なんかどっちかって言ったら女性のイメージが強いんですけども、やっぱりこうやって男性的な
感じの、うん、あの男っぽい感じの時計もありますし、またこれがあのスーツだったりとか、あのカジュアルだったりとか、まあ、いろんな形で楽しめる時計かなとは思います。本当に今これあの私物なんですけど、あのこれちょうど2003年にあのラストサムライが公開されるプロモーションの前に、アメリカで買ったんですね。なんかね、ニュースのコメンテーターかなんかが取材に来たんですけど、一目でいい時計だなって言ってくれたんですよ。でそれはすごく印象に残ってますね。まあそれ以来だから大事な時はこれを使う、つけるって感じですね。カルティエウォッチ時を超えるのオープニングレセプションに豪華俳優陣が続々と登場。カルティエウォッチの魅力を語りました。